皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは麺匠記さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。2022年1月オープン、京都で人気ラーメン店を経営していた店主さんが札幌に移住して始めたお店で、オープン当初からラーメン好きの間で話題になっています。味玉背脂煮干し1000円、たっぷりの背脂と濃厚な煮干しのスープが一度食べたらやみつきになる一番人気メニューです。いただきます。プリッとしてコシのある太めの縮れ麺は京都の洗面所から取り寄せているそう。食べ応えがあってすごく美味しい。濃い煮干しの風味と醤油の味がとても合っていて、そこに背脂のまろやかさが加わり、とても味わい深いスープです。背脂がたくさん入っているのでこってり系かと思いましたが、意外にもさっぱりとしています。バラのりがスープととても合っています。これは美味しすぎる。みじん切りの玉ねぎも相性抜群です。それぞれの具材が煮干しのえぐみをまろやかにしてくれていますね。太麺もスープにすごい合っています。控えめに言って最高。そしてこの味玉、黄身の色すごくないですか。黄身というより赤身ですよね。とろっとろです。味はあっさりめについているのでスープと一緒に食べるのがおすすめ。レアチャーシューは柔らかくて大きい。臭みはなくあっさりとした味で食べやすいです。4口くらいで食べきるサイズ感です。あと細切りのメンマも入ってましたよ。一杯の値段が1000円と決して安くはありませんが、具材のバランスも良く大満足です。看板メニューのこの味玉背脂煮干しの他に、人気の味玉背脂醤油や月替わりの限定ラーメンなどがあります。5月はつけ麺なんですね。この日はポカポカ陽気だったので、お客さんの半分以上がつけ麺を注文していました。北海道の三大昆布を使ったつけ麺、気になる。5月中に何としてでも食べに来ないとですね。麺匠記さんは視聴者の皆さんからおすすめしていただいたお店だったので来れてよかったです。あっという間に全飲みです。ごちそうさまでした。地下鉄南北線北24条駅から徒歩8分、駐車場は2台、席数はカウンターとテーブル合わせて10席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは麺屋四季さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。2019年オープン、惜しくも閉店してしまったすすきのにあった人気ラーメン店で修行をされた店主さんが作るごぼうラーメンが人気のお店です。ごぼう味噌ラーメン950円、素揚げのごぼうやささがきごぼうが入っており、さらにごぼう油を使っているごぼう尽くしの看板ラーメンです。いただきます。豚骨と鶏ガラから取るスープはとっても濃厚。熱々でクリーミーで本当に美味しい。麺は黄色い中太縮れ麺でコシがあり、すすり心地も抜群です。スープにとっても合う。スープはまろやかで甘みがあり、ごぼうとすごく相性がいいですね。素揚げのごぼうはカリッとした食感が楽しめます。これだけでもおやつにして食べたい。
中にはささがきのごぼうと玉ねぎともやしがたくさん入っていてボリューミー。チャーシューは柔らかく脂身がプルンとしていて美味しいです。具沢山で大満足。結構お腹パンパンになりそうです。さらに穂先メンマとネギと細かく刻んだ糸唐辛子が乗っていましたよ。ごぼうラーメンは味噌だけでなく塩や醤油もあります。パイタン塩、こっさりと醤油生姜ラーメンも気になりますね。全部美味しそう。店内にはテーブル席や小上がりの席もあり、お子様ラーメンもあるので家族連れでも来やすいですね。カウンターも一席一席がとても広く、ゆったりと食事ができます。お店の方たちも笑顔でとても気持ちのいい接客をされていて、リピーターが多くいる理由がわかります。珍しいごぼうラーメン、ぜひ皆さんも食べに行ってみてください。美味しかった。ごちそうさまでした。地下鉄東西線ハッサム南駅から車で約8分、もしくは JR 北海道バス西野4条7丁目下車徒歩1分です。駐車場は4台あります。皆さんこんばんは。今日は札幌から電車で1時間ちょっとの栗山町に来ています。今回ご紹介するのは大宝さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。栗山町で常に並んでいる超人気ラーメン店。お客さんとのコミュニケーションも取りつつ、素早く丁寧なオペレーションで回転率が良く味も最高と評判です。味噌ラーメン750円、ニンニクの効いた濃い味噌のスープと絶妙な炒め加減の野菜がたっぷり入った最高の一杯です。いただきます。懐かしい味の濃い味噌にほんのりニンニクが効いているスープはやみつきになります。一口飲んだだけで感動。遠かったけど来てよかったと思える味です。開店が11時で着いたのが11時半でしたが、すでに15人くらい並んでいました。さすが人気店ですね。でも回転率がいいので20分くらいで席に着くことができました。4月の終わりだったけどとっても寒かったのでありがたい。麺は西山製麺の中太の縮れ麺でプリプリです。縮れ具合が優しめでやや柔らかめ。具材はチャーシュー、わかめ、もやし、ネギ、玉ねぎ、メンマ。もやしと玉ねぎがたくさん中に入っていて美味しい。シャキシャキで食べ応えがありますね。わかめも味噌スープにすごい合っています。この提供の速さでこのクオリティはすごい。熟練の技を感じますね。本当に感動です。チャーシューは少し固めで昔ながらのタイプ。味はあっさりとしています。ここまで食べ進めると体がポッカポカ。スープもずっと冷めずに熱くて最高です。お店の一番人気はネギ味噌ラーメン。たっぷりのネギが乗っているそう。食べてみたい。ちなみにこちらの大宝さんは視聴者の方にお勧めしていただいてずっと気になっていたお店です。少し遠出なので冬が終わるのを待っての初来店。車でも札幌から1時間ほどで来れるそうなので皆さんもぜひ行ってみてください。閉店は15時で夜営業はないので時間に気をつけてくださいね。ごちそうさまでした。JR 栗山駅から徒歩約10分、駐車場はたくさんあります。
席数はカウンターとテーブル合わせて24席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは八の木さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。有名店すみれで長年修行をされた店主さんがのれん分けを受けて2016年にオープン。住宅街にありながらも常ににぎわっている人気店です。味噌ラーメン900円。すみれで使用されている特製味噌と道産のブレンド味噌が合わさった濃くまろやかなスープが美味しい看板メニューです。いただきます。豚骨チンタンスープは8時間以上かけて仕込まれており、とっても濃厚ですがくどくなくて飲みやすい。これは美味しい。森住製麺の中太ちぢれ麺はスープがよく絡み、コシがあって食べ応えがありますね。すみれの味噌ラーメンよりも油が多くないので、スープがこってりしすぎず飲みやすいです。そしておろし生姜が乗っているので、スープに溶かすとさっぱりいただけちゃいます。チャーシューはルス豚の肩ロースを使っているそうで、肉感は残しつつ柔らかくて食べやすい。具材はチャーシュー、メンマ、炒めたもやしと玉ねぎ、おろし生姜、ネギが入っています。玉ねぎは少なめですが、もやしが結構たくさん入っていてボリューミーです。もやしの炒め具合が最高すぎます。これは職人技ですね。すごい。やっぱり一番人気は味噌ラーメン。1日限定20食の中華そば醤油はあっさりな京風ラーメンなんだとか。気になりますね。周りの常連さんは塩を頼んでいる方も多かったですよ。お店は住宅街の中にありますが、時間帯によっては外に並ぶこともあるそうです。駐車場が第3駐車場まであるのにはびっくりしました。人気の証拠ですね。オープン当初から人気の衰えない八の木さん、何度も食べたくなるとっても美味しい味噌ラーメンでした。ごちそうさまでした。 JR 八寒駅から徒歩8分、地下鉄東西線宮の沢駅からも歩いて15分で着きます。駐車場は12台、席数は16席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはラーメン斉藤さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。2016年12月オープン。札幌市白石区にある化学調味料を使わないこだわりのラーメンが美味しいと評判の人気店です。ラーメン醤油800円、熱々の無花鳥のスープ、こだわり抜かれた具材、すすり心地のいい自家製麺と三拍子揃った人気のメニューです。いただきます。煮干しが香り、ほんのり酸味のあるあっさりとした醤油のスープが絶品。油のおかげで温度が下がらず、最後まで美味しくいただけます。道産の厳選小麦粉を使い、手作業で製麺された中細のストレート麺はもちもちで、すすり心地も最高です。塩気は強くなく、無花鳥なので喉が渇かない。最近全飲みばかりしているのでありがたいです。
麺を手作業で製麺されているってすごい珍しいですよね。スープにもとても合っていて本当に美味しい麺です。チャーシューはタレに漬け込み香ばしく焼き上げた豚バラ肉と時間をかけて低温調理された豚肩ロース肉の2種類。バラ肉の方は分厚く脂身がジューシーです。肩ロースの方は柔らかくてお肉本来の味がとっても美味しいです。一つ一つの具材が時間をかけて丁寧に作られている印象を受けます。素晴らしい。他にはメンマ、ほうれん草、海苔、ネギ、貝割れが入っています。メンマも自家製で味付けされておりすごく美味しいですよ。そしてこちら、自家製胡椒ニンニクなるものを発見。早速入れてみます。見た目は粒マスタードみたいな感じ。匂いはとっても洋風です。いろいろなものを自家製してしまう店主さん、すごすぎですね。溶かして飲むと胡椒が効いた洋風スープに。チャーシューにつけて食べるのも美味しい。醤油、塩、味噌ラーメンの他にもつけ麺や期間限定メニューもありますね。全制覇したいです。口コミの多くに駐車場が1台しかないと書いてありましたので、行かれる方はぜひ徒歩で。駅からほぼ一本道です。スープ一滴も残したくないということで全飲みです。美味しかった。ごちそうさまでした。地下鉄東西線白石駅から徒歩8分、駐車場は1台、席数はカウンターのみ7席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。